揃ったようね。私らが最後か。見たこともない場所を通ってきました。危うく落ちるところだったわ。早速本題に入りましょうか。狭いけど我慢してね。それは大丈夫だけど、そのナービーは元クラさんよ。あんな手紙をよこしたってことは監視されているんだろう。そんなことをここで喋って大丈夫なのかよ。切ってやったのよ。通信機、盗聴器両方ともね。ここが秘密の会議室になるのは今の間だけ。ユッキー、信じていいのか。いいだろう。さっきも言ったけど、私らを陥れるならもっとスマートな方法がいくらでもある。どこから話したものかしら。なら、こっちから聞いてもいいか。ええ、イージスタワーでの私らの話聞いていたのか。そうね、大体は。司っちが、東条が話したことは全て本当なのか。本当。この基地にいる人間に見える生き物は私を含め全てナービーよ。それをヒトナービーと呼んでいる。地球にキャンサーが襲来したのと同時期に、地球外生命体としてナービーの存在を知ったの。その研究の第一人者が東条さん、あなたのお母さんよ。いえ、正確にはあなたの記憶にあるお母さんね。東条紬を所長とする研究者たちはナービーの活用法を見つけ出すことに専念した。死んだ人間を擬態元として記憶や人格をコピーしたヒトナービーを生み出すことに成功。人としての理性、知性を持ち、なおかつセラフを呼び出せる存在としてのヒトナービーはキャンサーに対抗する強力な兵器となった。そしてヒトナービーは死後保存されてきた優秀な人間の記憶と人格が元になっている。あなたたちの世代であれば29年前の。え、今の時代の人間ですらないってのかよ。待てよ、なんで私がそのことに疑念を抱けなかった。嘘だろ。泉さん、今は西暦何年。やめろ、やめてくれ。難しいとは思うけど答えてみてくれないかしら。なんでそんなことが難しいんだよ。簡単じゃねえか。私がわからないわけねえじゃねえか。答えてみて。それは、あれだ。それ、何年だ。なんでだ。くそ、なんで出てこねえんだよ。ユッキー、DNA を取り込み、知性と記憶を持ってヒトナービー化する際、元の人格と周囲の環境にズレが生じる。時代が違えば当然のこと。それでもヒトナービーは環境に順応して生きていくために、その違和感を覚えないの。それも、ナービーという生き物が兼ね備えた習性の一つだった。だから入隊式の日に、素人だったあなたと茅森さんに戦闘を強いることができたの。からだったのか。え、ルカ覚えてるか、入隊式の、ほら。ああ、隣同士だったよな。そうだけど、それじゃない。アラートが鳴って戦闘させられただろう、いきなり。うん、よく考えてみろ、どうしてセラフも知らず訓練も受けてない私らがまともに戦えた。それは、なんでだろう。おかしいと思わないか。私はその場ではうろたえた覚えはあるが、お前に関してはセラフィムコードのダサさ以外は平然と受け入れていた。私のセラフィムコードは、これ?私の伝説はこれから始まる。出てきた!なんだよ、そのクソダサいセラフィムコード!あなたたちなら意のままに操れるはずよ。行動開始。そうかもしれない。他のみんなは。そうだった。うん、私もアリーナで
初めてセラフを使った時、何も疑問に思いませんでした。うちもや。ようやく納得できた。だからドーム住民との接触はタブーだったのか。ルカさんのような知名度のある人間だと死人が蘇ったように映る。時に奇跡のようにも映るわ。何やそれ、異常すぎるやろ。私らがずっと前に死んだ人間だって言うなら、その後の歴史はどうなってるんだ。キャンサー襲来当時の話はしたわよね。あれは事実よ。ただ説明していない出来事があるわ。人類がキャンサーの犠牲になったのはざっと50年前。最初の犠牲者は隕石によるクレーター調査団。各国の軍隊が対キャンサー戦を仕掛けたけど全て敗退し、各国の政府は機能を失った。その後残存した勢力を統合して世界政府が樹立したわ。その世界政府でセラフとナービー研究が続いていたの。当時日本はセラフ研究の最先端を走っていた。世界政府でも大きな役割を果たしたわ。セラフ部隊が成立したのは12系が初めてね。キャンサーに対する唯一の対抗力が生まれたの。セラフ研究所を活用する世界政府は権力と支援を一手に集約したわ。これが私たちの上層部にあたる存在になるわ。セラフ研究は世界に広がったけど、ほんのわずかな地域を奪還するのが精一杯な状況だったわ。その上層部の連中ってのは今何をしてるんだ。彼らはもうこの基地にも周辺にもいないわ。どこにいるってんだ。北の最果てにある巨大シェルターに数万人の人間を連れて避難したという話は聞いているけれど、それ以上のことは私も知らされていないの。形式的な命令が一方的に来るだけで、こちらから連絡することはできない。キャンサーとの戦いも基地の運営も全て私たちに任されているというのが実情よ。司令官ですらまともに連絡を取っていないなんて。そんなことある。少し前までは彼らも本気でキャンサーを倒そうと戦っていたわ。けれどキャンサーの奇襲で松本拠点とイージスタワーが陥落し、貴重な人材と多くの研究データが失われてしまったの。その結果上層部は逃げるようにシェルターにこもってしまった。今はそこから司令部の行動を監視している。この部屋を含め仕掛けられた盗聴器や監視カメラは今も作動している。なんだよそれ、叫んなよ。それじゃあ私らは完全に見捨てられてるようなもんじゃないか。使い捨ての兵器と一緒じゃねえか。カヤムリさん、あなたの言う通りよ。上層部の人間や一部の富裕層はキャンサーとの戦いを諦めシェルターで安全に暮らしている。ヒトナービーがちゃんと戦っているか監視しながらね。そして私たちヒトナービーだけが実際の戦闘に参加している。これが真実よ。なんだよそれ、おかしいだろ。落ち着けルカ。怒りたい気持ちは私だって同じだ。でも今は司令官の話を聞くことの方が大事だ。司令官、私たちの行動はどこまで監視されてるんだ。戦闘中にカメラを備えたドローンを飛ばしてもらっているでしょ。まさかあれもなのか。でもあれは軍への情報伝達のためのものなんじゃ。それは間違いじゃないけど、ドローンを飛ばす最大の目的はあなたたちとキャンサーの戦闘を映像で民衆に届けること。あなたたちの戦いは絶望した人々にとって数少ない娯楽でもあるのよ。そんな、うちらが必死で戦ってるもん、外の連中はショーでも見るような感覚で楽しんでた言うんか。それはあまりにひどくないでしょうか。落ち着きなさい。ショーであることは否定しないわ。だけど見ている人たちにとってキャンサーに人間が勝利する映像というのはこの上ない希望なのよ。ドームで暮らす人たちは上層部がシェルターに逃げたことを知らないわ。
ドローンで撮影された私たちの戦闘を見ながら、私たちを本気で応援し、キャンサーに勝利する日を夢見ている。それは確かなこと。彼らも被害者なのよ。ふざけんなよ。そこまでされてなんで人間に希望を見せなあかんねん。人間勝手すぎるやろ。そうね、ナービーのままだったらそんな感情とは縁もなくのんきに生きて死んでいけたはずでしょうにね。何やそれ、まるでうちらをナービーをバカにしとるようやないか。待って、司令官だってナービー同じ被害者。落ち着きましょう、めぐみさん。難しくて話についていけない。覚醒しろよ、さっきまでしてただろ。その事実を受け入れるってことはさ、私らはナービーなのに人間に利用されるだけ利用されてさ、仲間のことなんて何一つ考えず人間のためだけに生きるってことだぜ。そんなことできるかよ。じゃあ私らもこんな風にナービーに戻るっていうのか。それは。人ナービーとして生きる。そんな呆然とした顔で言うなよ。そんな大事な決断、ちゃんと考えてから口にしろよ。そう考えるのは誰だ？私なのか？それとも元の人間の人格なのか？元の人間の人格よ。あなたたちがナービーだった時の欲望なんて、かけらも残ってはいないわ。まだ聞きたいことはあるかしら？この体で、元の人間として生きることはできないの？残念だけど、できない。人ではないものが人と一緒に生きていくのはとても難しいの。どうしてさ。人ナービーは姿がほぼ変わらない。そもそも老いるのか。さあ、まだ老衰した例はない。人間のように外見が変わっていくことはなく、コピーした姿を維持し続ける。その姿はどのように映るかしら。恐ろしい存在でしかない。そう、人目を集め、不気味に思われ、迫害される。結果、一箇所に長くとどまれず、つながりを消して名前を変え、ドームを放浪することになる。そんな生活が人間として生きると言えるかしら。それでも、もしあなたたちの誰かが人間として生きると決めたなら、私が司令官の間は生活を支えるわ。まだ聞きたいことはあるかしら。母性に帰ることはできないのか。不可能よ。ナービーはワームホールを通じて一方的にやってくるの。来れるなら帰れるだろ。その謎についてはまだ解明されていないの。でも司令官、ワームホールを開いてたじゃないか。地球上の言語とは思えないやつでさ。あれは外宇宙言語。私だってそれが何であるかは理解していない。呪文のようなその言葉を発するとナービーをこの基地に送れるの。あなたたちだってセラフィムコードでセラフを呼んでるけど、仕組みは知らない。それと同じこと。そう考えると、電子軍人手帳はセラフィムコードを外宇宙言語に翻訳する機械なのかもしれないわね。誰がどうやってそんなもん作ったんだよ。人類の英知の結晶でしょうね。まだ聞きたいことはあるかしら。ナービーに戻ったら今の記憶はどうなるの？消えてなくなるという研究結果が出ているわ。このクラ・サトミだったナービーに、あなたたちとの思い出が果たして残っているか試してみる。クラッチ、私だよ。カヤモリルカだよ。わかるよな。あんなに仲良くなったじゃないか。返事してくれよ、クラッチ。もうよせ、ルカ。ユッキー、
残っていないようね。あんなに気高く強かった彼女が、あなたたちを前にして私の膝でこんなにおとなしくしているはずがないものね。ただこうも考えられない。知能の低かった我々に知性が与えられた。それが良かったことだとでも言うのかよ。ナービーに戻りたくないと思ったから、人ナービーとして生きるって言ったんじゃないの。それはそこまでは考えてなかった。そう、ナービーがもう一度人ナービーに戻ることは、それはこの元クラさんだったナービーがもう一度クラさんに戻れるかどうかの質問。うん。上層部からは不可能だと説明を受けているわ。本来ナービーはごく少量の DNA で相手をコピーできるらしいの。けれど人為的に人ナービーを作り出す場合は、保存された DNA を一度で使い果たしてしまうそうよ。クラッチになるための中身がもうどこにもないってことかよ。元となるナービーやったらいくらでも基地におるのに。あれらはもう二度と人ナービーになることのない元人ナービーたちを、我々はロストナービーと呼んでいる。登場の言う通りだったのかよ。でもその上層部の話信じていいのか。少なくとも私がセラフ部隊に配属されてから今まで一度として戦士扱いとなった隊員が再び配属されたことはないわ。できたとしても隠してまで上層部が止める理由もないわ。人道的な見地はどうあれね。くそ。まだ聞きたいことはあるかしら。上層部は監視してるって話だが、逆らうわけにはいかないのか。逆らえば生きていけないわ。電子軍人手帳の機能も切られ、呼吸も止められて全滅するのがうち。司令官はそれでいいのか。私はキャンサーと戦う道を選んだ。それだけの話。こんなところかしら。ああ。あなたたちには時間が必要ね。休暇を与えるわ。その中で見つけてほしいの。誰のために戦うのか。何のために戦うのか。その答えを。司令官は。え？司令官はこの真実をどう受け止めて平然と指揮できてるんだ。私はこの基地に配属されて兵士として戦い、司令官になった際に真実を告げられた。その時はあなたたちよりもはるかに取り乱したわ。けど同じタイミングで士官になった七瀬と支え合いながら、どうにかここまでやってきた。私は自分の誇りのために戦っている。でもそれは私の答えであって、あなたたちにとっての正解になるかはわからない。こればっかりは自分で見つけるしかないのよ。ただしこの基地にいる全ての人が人ナービーであることは他言無用でお願い。他のみんなは誰一人としてこの真実を知らないのか。そうね。現状を知っているのはあなたたちと、あなたたちといた月城さんを含むごく一部よ。言ったらダメなのか。セラフ部隊が一斉に戦う意味を失ってしまったら、人類は間違いなく滅びるわ。そんな。そうしたいならそうしてもらっても構わないけど。私たちのさじ加減一つで滅ぼしてしまいかねないってことかよ。そうなるわ。よく考えてちょうだい。クラッチは消えていなくなったとでも伝えるのかよ。クラさんはフラットハンドの攻撃により戦死が確認されたとなるわ。今までもナービーに戻ったセラフ部隊員はそうやって情報統制し秘匿してきたの。では解散。一つだけ。何？クラッチ返してもらっていいかな。どうぞ。存在に扱わないようにね。もちろん。